まさか、どうもタメヤンです。ここに来ることになるなんてな。新しい戦いが始まりますね。それほど日は経ってないはずなのに、なんだかすごく昔のような気がするぜ。それにしてもまたヒューガさんたちとここで一緒に戦えるんですね。僕はすごく嬉しいです。クールだね、ヒューガ君。すごく頑張ってたけど、体は大丈夫？もちろん大丈夫だよ。体は丈夫なんだ。頼もしいね。これから一緒に戦えるかと思うとワクワクしてくるよ。頑張るよ。期待してるぜ、新戦力。そろそろ開会式だ。みんな行くぞ。はい。はい。開会式か。リーグ戦、ニューヒーローリーグ。ニューヒーローリーグ、その開会式が間もなく始まります。今月初めに行われた全国中学生サッカー大会およびその都道府県予選で日本中を賑わせた強豪校を集めたエキシビションの大会ですが、来月にアメリカで行われるジュニアユースの国際大会の代表選考の意味合いを持つ重要な大会でもあります。相変わらず客入ってるね。戦いはもちろん、代表の椅子をめぐる子と子のぶつかり合いにも注目です。今回参加したチームの中から果たして誰が日本代表に選ばれるのでしょうか。これより入場行進です。目指せ日本代表か。どうにかこの日を迎えることができました。この短事実でよくここまでこぎつけたものだ。まったくです。大会趣旨を理解し参加してくれた各校の関係者には本当に感謝しかありません。フランス国際ジュニアユース大会の中止、そして新たに開催されるジュニアユースワールドチャレンジ、しかもその新たな大会にはフランス国際大会よりも数多くの世界の強豪が参加してきている。想定していた代表合宿などの強化策ではそれらの国々と戦い続けられるだけの力をつけることはできない。はい、選手を大きく成長させるもの、それは試合です。そう、そのためのこのニューヒーローリーグだ。たとえエキシビションの大会であろうと、代表選考がかかっているとなれば選手たちもおのずとプレーに力が入るだろう。全国大会で選手たちが見せたようなギリギリの戦いから生まれる実力の伸び、それがこのニューヒーローリーグでも見られれば、そしてもう一つの目的も達成できれば、それは世界と勝負するための極めて大きな力となります。ああ、あとは彼らを信じるだけだ。この2人が裏でね、全てし、ね、ニューヒーローリーグの始まりだ。準備したんだね。心の準備はできてるな。はい、バッチリです。みんなそれに乗ってやろうじゃないか。強豪ばかりだ。全国優勝した俺たちといえど油断できる相手はいない。むしろ全国大会の雪辱を果たすために死に物狂いでかかってくるはずだ。決して甘く見るな。はい、はい、もちろんです。よし、俺たち東邦学園の勝つサッカー、王者としての戦いを日本中に見せるぞ。はい。レギュラーは発表しないんですか。私はレギュラーなのか。はい。どうだ、緊張してるか。え、私先発ですか。楽しみしかありませんよ。いい度胸だ。サッカーに弱気は禁物だ。その度胸を忘れずにピッチの上を目いっぱい暴れ回ってこい。いいんですか、先発で。行きます。オープニング。よう、なんで続き見ようか。お前が日向小次郎だな。 お前は確か
石田だな。そっちにいるのがフォワードの武井か。中学サッカーを代表するストライカーに知ってもらえてるとはな。ますます倒しがいがあるってもんだ。この二人日本代表を狙ってるのかな。ここでお前たち東邦学園を倒せば実質全国ナンバーワンと肩を並べるってことになる。今日の試合勝たせてもらうぜ。熱いね。そうはいくか。返り討ちにしてやるぜ。ええ、負けませんよ。負けないぞ。それにしても1年生がスタメンとはお前のチームも案外層が薄いらしいね。本当に大丈夫なのか。私に言っているのか。サッカーは年齢じゃない。へえ、実力勝負だって言いたいわけか。いいだろう。その自信へし折ってやるぜ。返り討ちにしてやるぜ。いいか、今回のリーグ戦は全国大会クラスのチームが集まって行われるレベルの高いリーグ戦だ。その中で大きく活躍をすればたくさんの選手がお前に興味を持つだろう。なるほど。そうなればそいつらと知り合いになって交流を深めることもできる。ああ、フレンドになってくれるの？競い合えるライバルを見つけられればきっとお前の成長の助けになるはずだ。はい。さあ、張り切っていくぞ。行きましょう。グループ振り分け。うわあ、何これ、どういうことだ。アピールグループ、試合前に複数の選手から成り立つグループを選択し、試合で彼ら活躍して彼らとの仲を深めることでアピールし、ムーブスキルを習得することができます。グループ振り分けによって同じチーム、同じポジション、マイフレンドシップに設定した選手が選択可能なグループに選定されます。アピールするグループにゴールデンコンビや好戦的などのコンボに含まれる選手が一定数いるとアピールコンボが発生。なんだかややこしいな。アピールコンボが発生しているグループを選択すると試合後獲得できる選手との仲の良さ、フレンドリーポイントが増えます。ポイントが見えるんだね。アピールコマンドを使用できます。シャッフルとエディットプレイヤーの所属校により効果が変わるチームコマンドが存在します。なんだかややこしい。アピールコマンド、何これ。アピールコマンドってアピールグループ選択、アピールコマンド、シャッフル、ヒューガの方向、残り回数2回、ランダムに3つのグループを選択できる、グループを組み直すことができる。これがなんか残り回数が決まってるから簡単に使わない方がいいのかな、よく分かってないからね。アピールグループ選択、アピールしたいグループ、グループ A 3コンボ、ヒューガ君のいるとこにしようかな。グループ詳細、フレンドシップランク E なんだよね。でも沢田くんと、あ、曽田くんがいる。私が狙ってんのは沢田くん、曽田くん、ヒューガくんだから、グループ B がいいかな。あ、下にもいっぱいあるぞ。こっちは、慈瞳くん、滝くん、反町くん、あ、ヒューガくん、新田くん、若島津、木杉、沢木、4コンボ。グループ D なんだこれ。新田くんがいるのか、木杉くんがいるな。でもこれにしようかな。これグループ B。
え、2つ選択できるのこれ。あ、残り選択数ゼロになってるな。選択終了。 OK。 さあ、試合前、キャプテンスキル、キャプテンに設定されている選手が V ゾーン発動と同時に発動できる特殊なスキル、チーム全体に影響を与える強力なスキルが多くなっています。ニューヒーローでは選択した学校のキャプテンが持つキャプテンスキルを使用することができる。チーム管理の選手ポジション変更からキャプテンを選択し X により情報を表示する。ヒューガ君のことかな。ちょっと確認してみようか。東方学園の役割変更か、作戦変更、まあこれでいいよね。攻撃的陣形が上ね。キャプテン、あ、これか。え、確認できないな。コーナーキッカー違うな。選手ポジション変更か、これか。どれだろう。キャプテンスキル、これだ。一撃必殺。キャプテンのシュート威力が大きく上昇する。あー、もう完全にヒューガ君だけのなるほどね。じゃあ V ゾーン発動したらヒューガ君にタイガーショット打ってもらえばいいのか。オッケー、頼むぞヒューガ君。あ、先発いける。あ、ソリマチ君が中盤に下がるの。能力的にはソリマチ君の方が上だね。ということで次回というか試合動画でお会いしましょう。行くぞ。